セクハラ防止に向け、社内での罰則を強化したのは、パナソニックホールディングス傘下のパナソニックコネクトです。社員が一度でもセクハラをした場合には、降格を前提とするほか、解雇も視野に入れているということです。セクハラ事案については、執行部から独立したコンプライアンス委員会が対応するとしています。パナソニックコネクトは、世界的にコンプライアンスの遵守が求められる中で、 風通しを良くしなければ競争に負けると導入の意図を説明しています。ニュース